腕をクロスしたままのジャーマンスープレックス。これは危険でしたね。いや危険ですね。もう完全に頭から落ちる以外ないですかね、はい、あの形は。さあ今度は、うん、これは切り返してバックに回った。バックを取り返した高井はエルボーでかわした。そしてロープに乗ってあとラリアットかわした。グーブレット回転して、そして丸め込んだ。カバーカータカータカータチーチーチー。そして何を見せる、飛びついた飛びついて、そしてあとこれはどうされる。白田に得点した。あと篠谷へ一直線かと思われましたが、肩を上げています、丸内直道。いやー大技を、高岩選手も本当、はい、力がありますよね。大技を打ち合うようになりました。そして首をかき切るポーズを見せました。丸藤コールが起こる中、仕留めるになりましょうか。さあニュートラルコーナーに据え付けた。さあ雪崩式に何を持ってくる、雪崩式に何を持ってくる。デースバレー、これで菊池を仕留めたが、今回もそうか。うん、うん、カバーには入ってません。カバー、今カバーに入りました。カウントアップ、カウントはどうだ。うん、カウントは、カウントは3に至らせません。大ブーイングが起こっています。これはわざと高岩が2で丸藤の肩を上げています。天才と言われている丸藤を仕留めるんだという、この高い渡す人が腕をクロスさせて、そしてパワーボム。もう一度いくか、持ちつきのクロスアームのパワーボム、切り返した、ラリアット。ダバーアート、カートアツー、カートアツー。有明クロスアームに大きな歓声がこだましています。カートアツーで上げました。丸藤はエプロンサイド、危機一髪丸藤直道、その危機を乗り越えました、切り抜けました丸藤直道です。今度はエプロンサイド、危ないぞ危ないぞ、うん、ニュートラルコーナーに据え付けましたが、ここから行くんでありましょうか。こんな高いところから場外に落とされてしまうのか、うん、どうするどうする。エルボーで切り返します。リングの中に戻りました。しかし危険なジャート、顔面、顔面へのドロップキック。左肩はかすっただけですね今ね。さあそして丸藤直道もニュートラルコーナーに登っていく。流れ式にトップコーナーから、うわっ、あっと危ない、切り返した、切り返した、切り返しました。脳天を打ちつけました。パワーボムに行こうというところを切り返しました。脳天を打ちつけました。しかし共にカバーすることができません。いや、あの今切り返したのは切り返したんですけど、はい、丸内選手もある程度打ってるような。あ、そうですか、共にダウンの状況、両者がダウンしている。さあ先に立ち上がるか、丸藤コールが起こっている、丸藤コールが起こっている、丸藤を後押ししている。さあどうなるんだ、この試合はどうなるんだ。さあ丸藤が立ち上がる、高岩も立ち上がろうというところ、両者が立ち上がろうとしています。高岩が立ち上がるか、丸藤が立ち上がるか、トラスキック右先頭部、そして行くぞ、知らない、バーベクトスタイル、切り返しました、切り返しました。ワンで切り返してきましたね今、丸藤の得意技をワンで繰り返しました。試合時間は20分を経過している。そして空中殺法だ、うん、捉えた、あと投げ捨てました、青コーナーに打ち付けた。そして、うん、サソリですね、サソリ固めに行きます。高岩にとってはウィークポイントは左膝と見ています。その左膝を痛めつける高い渡すとリング中央に持ってきた。しかし丸藤にも意地がある、丸藤にはこの声援に応えなければいけない義務がある。さあこの状況で丸藤の道再びロープレークに、これはだけどきついですよこれ、さあ丸藤がサードロープ手を伸ばしました。大きな拍手が送られています。試合時間はもう20分をすでに経過しています。もう一度行こうぜ、バリューカーだ、バリューカーだ、カーだ、カーだ、
何度こういった場面を見させられるんでありましょうか。しかしそのために丸藤直道は切り抜けています。高岩達人という01からの資格からノアのベルトをもぎ取るために丸藤直道が戦っています。さあ今度は赤コーナーに据え付けました。再びなられ式に持ってきます。丸藤直道が何をできるか。バックドロップか。おっとここから知らーる。なだれ式知らぬい。こんな技は見たことがない。そして丸藤は何を持ってくる。コーナーからシューティングスタープレス。パーフェクトセーブ。パーフェクト最後取ったのは丸藤直道。日本武道館のリベンジ、ノアがリベンジを果たしました。勝負タイムは22分10秒。激しい戦いは丸藤直道が取りました。新しいチャンピオン、三大チャンピオンは丸藤直道です。丸藤直道、会話が歩み寄ります。そして共にお辞儀をしました。そして固い握手を交わしました。抱き合いました。死力を尽くし合った2人が、その2人だけが分かり合える中であります。おっと高岩が勝ち上げた。なんという場面だ、なんという美しい場面だった。再び抱き合いました。これはやっぱりお互い戦った相手だからこそ分かる気持ちでしょうね。そうですね、もう本当にこの有明コロシアムで涙を流している人が何人といるでありましょうか。その新チャンピオン取り戻しました。まだまだ倒せない人いっぱいいるんで、一つ一つリベンジを重ねていきたいと思います。そして最強のチャンピオンになりたいと思います。今高岩選手とはどんな会話をしたんですか。今回も高岩選手のおかげでまた一つ階段登って強くなれたと思うんで、ありがとうございました。もうジュニアのベルトは他団体に流出することはありませんね。僕はさせません。新チャンピオン丸藤選手でした。激しい戦いでした。勝負タイムは22分10秒でした。第3代 GHC ジュニアヘビー級の王者は丸藤直道です。いやすごいですね、素晴らしい試合でしたよね。でお互いにやっぱりその持ち味を十分に出した試合だと思います。そうですね、本当に見せるものが感動できる、そういったタイトルマッチでしたよね。はい、全くその通りだと思います。よく丸藤選手頑張ってくれたと思います、はい、そしてノアにベルトが戻ってきました、はい、そのあたりは桃田さんはいかがでしょうか。やっぱり感慨深いもありますよね、もうこれからやっぱり丸藤選手の時代が来たのかなという、はい、そういう感じがしますよね。なるほどね、はい、ただ丸藤には倒さなければいけない。